皆さん、本番マーティン、デアのミラクルボーイ、キングクタクです。迷宮界に近づいている選手、外国人選手、デニス・サファテ選手、本当にすごいです。広島東洋カープに入団し、抑え、リリーフとして大活躍しております、広島時代は。もうデニス・サファテ選手、本当すごいです。投球安定してるし、ストレート、変化球何でも巧みに使いこなせます。西武ライオンズに移籍してもまたなお活躍。ソフトバンクに移籍した初期と頃と前半は活躍してるが、そこからね、怪我が多い。怪我に泣き、もう、手術しなければいけないほどで、まだ登板がちょっと良くならない状況ですし、復帰しても無理な状況で、もう、怪我でちょっと泣いてしまう選手でございます。でも、投手としては本当にすんごいですし、もうセーブ数もナンバーワンなんです。まあ、3球団渡っても頑張ってますね。復活期待しておりますけども、どうなるかわかりません。というわけで以上です。バイバイ。